職所、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 飾りを、A、アイグイレットとは、一般に、軍服の方々から全部にかけて吊るされる飾り紐の、ことを言う。材質に、金銀糸が使用されることからモールとも呼ばれている。軍人以外でも、国境警備隊や、沿岸警備隊といった準軍事組織の構成員、あるいは警察官や、 消防官等の公務員の制服にも使用され、民間でも制服やステージ衣装の飾りとして用いられることがある。職所が示す意味は国や時代によって異なる。清掃や礼装のアイテムとして着用される場合は、地位や役職、資格、所属する部隊や陛下、兵士を示すこともあり、表彰の一種として勲章的な意味を持つこともある。役職を示すものとしては、 副官用と駐在部官用の職所が多くの国の軍隊に共通しており、これらは上層に着用されることも多い。式典時の服装に単なる装飾として付けられる場合もあり、騎場兵や軍学隊の式典服に多く見られる。18世紀、ナポレオン時代のフランス陸軍で誕生したものと言われ、元は地図に書き込みをするようのある副官やメモを、 頻繁に取る必要のある伝令証拠が鉛筆やチョークなどの筆記具を吊るしておくためのものだったという説がある。馬上で指揮を取ることが多かったナポレオンが鉛筆を片手でも扱いやすいように、また誤って落とすことがないようにと考案したもので、あるともされる鉛筆もまたナポレオンがコンテに命じて考案させたものである。その名残とされているのが今日全部に垂らす。 紐の先端に付けられている石筆、ペンシルと呼ばれる飾り金具であり、古い時代の職所では実際にこの部分が鉛筆になっている例がある。しかし、それ以外にも馬の手綱やメジャー、あるいはマスケット銃の火皿の火薬カスを書き出すための金具が起源という説もあり、詳細は半然としない。 以下に、昭和56年8月6日開幕総大3603号通知による、海上自衛官の副官職所装着要領を、例として示す。旧陸海軍将官の清掃、冷装養殖所、参謀及び、後続王後続副官養殖所、副官養殖所、海軍のみ、陸上、航空自衛隊の防衛駐在官及び、副官養殖所、 陸上自衛隊召喚の礼服用職所の着用法は上機上自衛隊の方法と同じである。職所を着用する被服には右肩の周部縫い目に切れ込みを入れ、裏地部分に隠しボタンを押す。日本軍はフランス軍の職所を参考にしたため、この装着方法はフランス式とも言える。前期の理由から礼装用等の職所は 蒸気の装着方法とほぼ同じである。爪襟軍服に着用する際、全部に回す、紐類をまとめずに、別々のボタンに取り付ける場合もある。また、勲章的なものとして、表彰を受けた部隊の将兵が着用する、職所上のフラジェール、がある。例えば、レジオンドヌール勲章受章隊の隊員は、赤色の職所をつける資格ができる。陸軍では、 明治14年3月21日大上官たち第22号をもって、同年設置された憲兵の複製が制定され、憲兵将校は萌え木色の職所を着用する旨規定された。この職所は明治19年7月6日、直四48号による陸軍将校複製の改正まで使用されていた。そして、同改正により公日の召喚や参謀等の職所が規定された。 陸海軍の将官は、清掃、冷装時、生衣庫着用時に、金色の召喚職所を着用した。参謀総長や軍令部総長を筆頭とするすべての参謀をたる将校は、清掃から略装に至るまで常に参謀職所を着用したが、この習慣は自衛隊を含む他の軍隊には見られない。金色で召喚用のそれに似た形状であるが寸法が、やや小さくなり、 材質は、金銭、金紙、または貢献だが、太平洋戦争期には俗に野戦用と称される、能力者褐色の職所も用いられている。他に、自重部官、皇族を皇族副部官を着用したがこちらは、銀色である、自重部官職所、皇族副部官職所、王皇族副部官職所。これら召喚職所、参謀職所、副部官職所の他に、 海軍では特定の部隊等の副官、海軍省副官、軍令部副官、陳次府副官、艦隊副官、警備府副官、海軍連合航空隊副官、厳水副官、軍事参議官副官、その他参謀を行い部隊の副官が、副部官職所と同じ銀色の副官職所を着用していた。陸軍の副官は、着用方法が大助章に類似し、終盤巡査検証、 紅白の色違いである黄色と白色の高等、勘が副官検証を右肩から左腰に着用するため職所は使用しない。職所を陸軍では職所ないし、職所、海軍では飾り落としをしており、陸軍の職所は石筆先の浮き彫りはオーバー、海軍の職所は怒りとなっている。一般的に陸軍は右肩から第一ボタンに、海軍は エディホック部分にかけて、不死着用する、貫緑色の略装、陸戦服、第三種軍装といった、海禁被服の場合は、陸軍と同じ第一ボタンにかける。このほか、陸軍の海禁着用時、または、海禁背広型の防具ぼれもや、海軍の陸戦服、第三種軍装といった、海禁被服では、第一ボタンではなく右襟。 ラペルに隠れる位置に仕込んだボタンや糸かがり、または第二ボタンにかけて着用されることもあった。1895年、明治28年、職所の正式が改正される。丸打金線、長さ二乗四尺五寸、その両端を作上組とし、これに金具角一個を付する。召喚の直径は二分、三防再管の直径は一分八輪。金具は、石系。 金色長さ2寸6分である。また、伝令史の職所を廃止する。明治28年9月28日直令136号。1899年、明治32年、昇降職所につき、通常軍服及び夏服には、白茶色の絹先生を用いることも許容される。副官の職所が設けられる。副官職所は、銀銭都市。 通常軍服及び夏服には白色を用いることが許容される、明治32年8月10日直例第369号。1915年、大正4年11月5日、皇族府部官も、職所を着用することとなる、大正4年11月1日直例第191号、同年11月5日施行。1942年、 昭和17年11月1日、海軍では参謀及び副官用に、主に南方戦線での副総官以下の名目に、石筆なし紐状の丸打ち絹線の略式職所が制定される、昭和17年10月30日直例第699号、11月1日行。陸海空で共通の職所としては、防衛駐在官と副官の職所がある。 着用方法が蒸気装着方法と若干異なる。冷凍養殖所の場合、短い細紐の輪は腕に通さずに、2本の線状にして、胸側の取り付け部まで持っていく。長い細紐の輪は、右肩後方から、右脇下を経て全部に回し、右胸のところで短い細紐にかける。かけ方は長い細紐の輪に短い細紐を通す。 方法と、ひばり結びで細紐に結びつける方法がある。ビッグ空軍は、銀色のものが多く、石筆が、日本のものと比べて、細く小さい。時代や部隊によっては長い三つ編み紐と石筆がない、ものがあり、現在のドイツ軍もこのタイプを使用している。一方、ドイツ帝国の崩壊以前は、フランス式の職所を使用する両方もあった。 副官用職所は短い三つ編み紐と長い細紐の輪及びごく短い細紐二本からなり、石筆は二本のごく短い細紐の先端につく。着用法は長い細紐の輪をループで短い三つ編み紐に結びつけ、石筆は片端から垂らす。また、資格を示すものとして、ドイツの射撃誘導機賞等には、職所がつく。イギリス軍の職所は、 ほとんどが金色で、他国に比べて石筆が大きく、紐の編み方が荒い。舞台、階級、役職により、着用基準や装着位置が異なり、着ける職所も太さや、石筆の大きさが異なる。また、細紐がないものもある。着用法は、ドイツの冷蔵用職所と同じで、副官用等は左肩につける。アメリカ軍では、不評。 騎兵家の家庭修了商兵が清掃の際に着用する兵下ごとに色が異なる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。